鹿児島から現地で稼いだお金だけで東京に帰るという。夜11時ですね、広島に到着して、今日は朝一で広島を、出ます。果たしてこの後どちらへ向かうのか、行ってきます。えいえいえい。ナイテッツさん、ナイテッツさん、お腰につけたきびだんご、ひとつ私にくださいな、欲しいなら仕事くれよ。今私は岡山に到着しました。右も左も分かりませんがね、とりあえず駅めちゃくちゃでかいんですよ。さらに東へ、東京方面へ向かいたいと思います。じゃあ、居酒屋とかあったんで飛び込みで行ってみますわ。玉砕です、ダメでした。すでにもう1軒目、すごい手応え良さそうだったんですけど、え、今日だけって言われて、ああじゃあ申し訳ないっていう、ちょっと脈あり感が、なんか本当掃除とかそういうのとかでも全然ちょっと、はい、難しい。そうですか、わかりました。ダメでしたね。雰囲気あるお蕎麦屋さん、飛び込み行ってきます。まあ、またなんか縁があったら、はい、もう10連敗ぐらい、心折れるよ。確かにな、お仕事いただけそうな雰囲気があります。買い物をお願いしてもいいですか？ああ、はい、わかりました、ありがとうございます。お買い物をね、ご依頼をいただきました。買い物だけかそれ以上のお仕事もいただけるかちょっとわからないんですけれど、この後オーナーさんともお話します。バルの、社長さんとお話ししてたら、なんと夜まで お仕事させていただけるということで、はい、お好み焼きのカモン、はい、こっちは日本酒バルカモン、はい、カモングループ、カモングループですね。いろいろやらせてもとります。白井さん、はい、白井と申します、よろしく、はい、頑張ります。えいえいえい。はい、まあ、いくら欲しいのって稼ぎたいのって言われて、はい、まあ、5、6千ですねって言って、うん、あ、じゃあ15時からじゃあ19時まで、うん、じゃあ4時間うん、働いてもらうってことで、程よくやるんだ。そう、どうせ出すんだ派手な。なんでなんで。俺あったその姿なんですけど、とりあえずじゃあ一杯飲もうかって言われて、でビールを出してもらって、うん、でわーって飲んで、うん、おちょっともう一本飲もうかってビールわーって。お好み焼き屋さんの方で、ちょっとお仕事の方させていただきますので、今社長に連れてっていただいてます。いただきます。あ、なんかそれまだ。これ全然いい。おすすめのおすすめの、日本酒を、いただくということで、でもすぐ働くのかなと思ったら、ちょっとあれビールが何の、もうハイボールとか、じゃあハイボールでもハイボールがある。どんどんもう次日本酒出てきて、日本酒飲んでこれ美味しいっすねって飲み終わった後、うん、わ、これちょっともう一杯飲んでいいですかとか言ったりして、はい、でも本当に美味しかったんだ。でも社長さんももう、だろううまいだろうこれってわーってついでくれて、バイト前です。これからバイトするんですよ、するやん。これいやちょっとこっからがもうえげつない仕事もあったり、怖いな。怖い。湧いた。湧いた、うん。はい。ここの酒蔵ね、はい、何年 ?280 年。なんかつまみしたってくれ。店長も取ったって。ビール瓶を2本3本飲んで、今、で日本酒2杯目。ですね。いい感じに酔っ払ってきてんじゃない？ですよね。日本酒2杯って書いてあるけど、実際多分さ、3杯飲んでるの。バイト今日7時までとは。いらっしゃいませ。じゃあどうぞ。ここ、はい、ご注文の中に決まってますか？あ、ホルモンうどん。ホルモンうどん、ホルモンうどん、今日な、今日お休みでしたっけ？いや、ありますよ。ありますか？じゃあホルモンうどん。さっきビール、はい、赤星、赤星ね、赤星、今日赤星お休みでした。やります。じゃあ野菜炒めでしたっけ？いや、ホルモンだ。ホルモンだ。大丈夫か。一個おまけしてきましたよ。おま。ありがとう。皆さん、これすることによってね、玉ねぎの甘みがね、ホルモンに染み込むんですよ。
これね、岡山だけなんだよ。え、どこの人？僕、千葉だ。岡山初めて来たんじゃん。岡山ね、初めてです。ちょっと食べてもいいですか、これ。いかがですか、うどんが乗っかります。ちょっと聞いてください。胡椒をちょっと。今だいぶ入れたよ。かけすぎやねん。うまみが増すやつ。まだ。まだ全然。はい。振ります？見えてないと思いますけど、膝使ってますからね。膝使ってますよ。まあ、それはどうでも。これが下関で出てたらね。反動があったんかな。お待たせしました。ホルモンうどんの胡椒ちょっと多めです。はい。本当にこれ。お箸使われますか？使うやろ。ちょっと先いただきますね。なんなの？ほら、ほら。うん。あ、美味しいですよ。はい、ありがとうございます。じゃあ受け付けていきました。せっかくや。はい。今現在もうちょっとこう徐々に、ね、はい。ほぼほぼ。聞くに耐えない話。飲ませていただいてます。ホルモンうどんしか作ってないですマジで。え、これでバイト代もらえない？まあ19時になってあれが終わって最初行った日本酒のバルってこの、うん、今夜11時ですね。ずっとお世話していただきました。いや頑張っていただきました。もうずっとその11時までもう社長さんと、うん、あと先ほど来た連れの方とずっとその後飲んでて、うん、ありがとうございました。もうずっと僕がお世話になりました。本当にご苦労様でした。すいません、あの今日キャラいただきます。 ありがとうございます。すいません、いただきます。ありがとうございます。これちょっと、はい、明日どこ行くの？え？ホテル取ってくれたんですよ。え？うん、でお前宿決まってんのかと。いや、うん、まだ決まってないんですっつったら、うん、女性の方に、うん、宿取っといてあれみたいな。ここはもう全部快適で露天風呂になんか寝湯みたいのもあってテレビもあってもううわー、でもうわ気持ちいいなーって言って、うん、お風呂も一時閉店までずっと使って、うん、僕それまで泊まった宿がそれこそシャワールームにゴキブリ出たり湿度すごかったり、ね、もう全部シャンプー&リンスのシャンプーだったりとか、うん、で部屋戻ってなんかもうベッドもふかふかじゃないですか、うん、やっぱり今までのベッドが広かった総額だったから、うん、こうなると逆に寝るのもったいないなって思っちゃって、うん、どうするの？え、どうすんのって、なんかそれ寝るのもったいないなってちょっと多めに起きてましたよ、うん、日本酒バルという、お店ですね。はい。わー、嘘。副店長のヒロシと言います。皆さん、ヒロシに会いに、ぜひとも日本酒バルカモにお越しくださいませ。で、働いた方がこの奥宮駅の、なるほど、キャレリツカ整理してもらって。いや、すごい。それで、明日は、どうするの？東京はまだあれなの、うん、まだ大丈夫ですよ、みたいな。男性の方の社長さんとこでは、はい、てっぺん飲んだはいいんじゃない？あ、そしたら下関でもあんなこと言うよ。もう芸人やめた方がいいよって言われないんじゃない？うん、そこで働いてるスタッフさんとかに、うん、こいつなんやねんって思われてるだろうなっていう。でも、さっき一緒にさ働かれてた女性の方めちゃくちゃ笑ってたやん。ああ、まあ、笑ってくれてましたね。でも楽しみ、次どうなんの、はい、次。翌朝、チェックアウトして出るわけですけど。ポルシェ。ポルシェで行きます。